本日は公式戦ストロングリーグ春 VS 小野県ライオンズ3プロの球場につながる大事な戦いです。リーグ戦ですが1試合1試合大事に戦っていきたい。小野県ライオンズ3、この日の先発は今泉投手。ご覧の野球歴、あっぱれとしては2度目の対戦となりました。前回の試合、今回同様にストロングリーグの公式戦でした。お互いチャンスを作るもギリギリで粘る投手戦、2対2の引き分けでした。はい、左バッターで今泉投手はスピードがありながらも低めのコントロールも抜群。あっぱれとしては追い込まれてから際どいところに投げられるので、早いカウントからどんどんスイングしていこうというのがこの日のテーマ。一方、徳さんには初球内角、また内角、少し抜けたかもしれませんが結果的に全球インコースへ。甘いコースに抜けないところはさすが。さらにファインプレーも出ます。高球質だ。さあ、マジ抜けた。抜けたと思ったこの打球ですが、ショートを守っていたのは牧野選手。素晴らしい動き。先頭バッターショートを守る牧野選手。甘く入った変化球強振がピッチャーゴロ。小野健さん、高級筆打でどんどん振ってきます。2回の表、あっぱれの攻撃、試合が動きます。はい、ここでまた面白い打球が。満塁の場面で小野健さんは前進守備、打席には私ライパチ。先制したのもつかの間、この県陣営にもスイッチが入る。
3回はお互い無得点、そして4回小野健さんの攻撃、先頭フォアボールを出すと元プロ投手の山崎さん、現在は肩の不調で野手に専念されているとのこと、すかさず仕掛けてきます。ここでピッチャー安定感抜群の竹俣にスイッチ。しかしこの日の竹俣最悪でした。取ろうぜ、ここ。追加点。1点取ろう、1点。行ってこ、はい、オッケー、信じて。かもし完璧なセンターオーバー。その後タガミが進塁だ。打席に徳さん。中間を抜けるナイスバッティング、カモシーホームイン。徳さんも走る走る、三塁を回りホームを狙うも、素晴らしいカットプレー、タッチアウト。しかし値千金のタイムリーで逆転。センター田上が取りワンアウト、勝利まであと2つ。しかしマウンドには絶不調竹俣。なんとか立て直し、次のバッター三振に取るも
打席には絶好調村山選手。ボールが抜けフォアボール。失点差もあるリーグ戦、せめて同点で終わらせたい。最後はショートゴロでスリーアウト。ここで時間いっぱい、試合終了。前回と同じ2対2引き分けで終わりました。いつもしびれる試合、小野県ライオンズさんありがとうございました。放送席ヒーローインタビューです。本日先制の犠牲フライを放ったライパチ選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。本日はヒーロー賞としてプロテインスナック差し上げております。ありがとうございます。いただきました。あの打席、何を考えて打席に入りましたか？ベンチから外野フライでいいよっていう声が上がってるんで、すごい気は楽に入ることができました。あの、打ったのは何ですか？打ったのはおそらくまっすぐなんですけども、やっぱそこで力負けしないようにプロテインスナック、これから大事になってくるんじゃないですかね。あの1点がやはり試合を動かしたような気がするんですが、打点を稼いだそのあたりいかがですか？やっぱりコンソメ味最高じゃないですか。いろんな味があるんですけどね、今回ね、バーベキュー、薄塩、コンソメ、そしてタンパク質 20g、 最高ですよ。というわけで、引き分けだったね。今回外苑前野球ジムの伊藤さんにご紹介いただいたこのボディスタ、プロディスタっていうプロテインスナック、美味しいですよ。ベビースターラーメン作ってるおやつカンパニーさんがこれ作ってて、まあ、野球人を中心に体作り応援したいということで作ったらしいです。いや、ありがとうございます。お菓子って、やっぱりでも体に良くなかったり、ね、ちょっと糖質だったり油分とか気になっちゃうんですけど、まあ、見た通りでも大行列これでもこれだったらタンパク質を取る目的で食べれる。これビールと一緒でも美味しいよ多分。まあそうですね、ビールでもいけます。後味結構あっさりしてるね。もうレスシを食べてます。なんかくどくないんで。あ、そう、くどくない。お菓子よりもこれタンパク質取れるの？海外ではこういうのいっぱいありますけど、日本でもこういうのができたらしいんです。いや、さすがおやつカンパニーさん。おやつカンパニーさんまた別のやつ待ってますんで、よろしくお願いします。ぜひ皆さんも食ってみてください。